僕らの宇宙教室の宮川博史です。私の YouTube チャンネルはスタートして5年になります。今までの自己紹介映像は5年以上前の映像となりますので、今回新しくすることにしました。私は1950年山梨県甲州市塩山生まれの70歳、現在も塩山に住んでおります。経歴を簡単に、某宇宙メーカーの航空宇宙部門に所属、また JAXA の人工衛星追跡管制隊に所属、それから、国立天文台地理観測所に所属しておりました。地域のテレビ番組やラジオ番組に出演、どちらも10年近くになり、現在も宇宙番組の制作に携わっています。ということで、宇宙トップメーカー国立天文台 JAXA という日本の宇宙三大部門で国際プロジェクトなどに携わった日本でただ一人のエンジニアとしての経験、それから宇宙テレビ番組を原稿作成から出演監修まで100番組近く制作を行った経験を生かして、地域や皆さんを元気にしたいと山梨県内を中心に初心者向け講演会を500回近く開催しました。ところがコロナ禍で、昨年から定期的な講演会がほとんど中止となり、良い活動場所がないか探していました。そんな活動場所の一つとして YouTube を利用することにしました。私は宇宙の仕事をしていて心を震わせたことは数えきれません。その私の驚いたり感動したことの中から、それらを中心にですね、お話ししたいと思っています。そして多くの皆さんが宇宙開発や天文の基本的なことを理解され、宇宙を身近に感じ、日々の生活の中に取り入れ、より楽しく心豊かな生活を送っていただければと思っております。もし気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。またご興味の湧いた投稿がありましたら、いいねやコメントもお願いします。